こんにちは、ゆうみです。今回はですね、前回ミカエルのお話をしたので、今回はガブリエルのお話をしたいと思います。大天使ガブリエルです。大天使ガブリエル、まあ大天使っていうのは基本的に男性の姿で描かれることが多いんですけど、ガブリエルに関してはその女性的なエネルギーもありますよっていうことで、その女性の姿として書かれることも多い大天使です。ちょっと珍しいでしょ。で、まあ、聖母マリアのね、受胎告知をしたとかそういうお話がある大天使なんですけど、その神のメッセンジャーとか伝えるものっていう役割があるので、そのサポートとかをしてくれる時には、その人に何かを伝える仕事をしている人とか、書く仕事をしている人、また表現者として、まあ、芸術家だったりとか、まあ、ダンサーだったりとか、まあ、そういう何かを表現するっていうことをやっている人の、よりストレートにそれが相手に伝わるようにというようなサポートをしてくれるガイドです。そしてまたね、さっきの受胎告知の話にも由来して、その妊婦さんとか、その子供が欲しいなみたいな人たちのサポートをしてくれたりとか、その養子縁組とかを助けてくれたりとかするような天使でもあります。まあ、ガブリエルはね、四大天使の一人なんだけど、その四大天使の中では一番ちょっと控えめで優しい感じのエネルギーで、そんなにガツガツ来ないのね。まあ、ちょっと離れたところから、まあ、優しくこうエネルギーを送ってくれて、こうなんかそよ風みたいな、そよそよそよみたいな優しい感じでさ、助けをね差し伸べてくれる大天使です。まあ、私がねガブリエルと一緒にヒーリングするっていうのは、あの誘導瞑想の方に一個さ、大天使ガブリエルのヒーリングをあげてるので、よければそれも使って実際にエネルギーに触れてみていただけるといいと思うんですけど、すごいなんかね、粒が細かくてサラサラしてて、あとやっぱりちょっと優しくて、ふわふわしてるっていうよりもサラサラしてるっていう感じのエネルギーなんですよね。まあすごい心地いいなっていう感じで、で聖母マリアとも結構エネルギー似てる、細かくてサラサラしてて、ちょっと遠巻きに優しいみたいな感じのイメージの大天使です。なのでなんか夜寝つきが悪い時とか、なんか寝れないなーって、今日なんかモヤモヤして寝れないなーみたいな時は、ガブリエルにちょっと添い寝をお願いして、なんかヒーリングをサラサラ受けながら寝るみたいなことをしています。まあ優しい感じの大天使ですね。でまあ実際姿見て女性っぽいっていう感じはしないんだけど、まあその優しいっていうのと、喋ってる口調とかも結構ね柔らかくて優しいので、まあそういうのもあって女性的な面もある大天使なんだなっていうように覚えておくといいと思います。でね、ガブリエルはね、東方の大天使と言われているので、まあ、日本とかアジアとかの守護を任されていると一応ね言われているのですが、その前回のミカエルみたいに、その仏教の何かに取り込まれていて、なんか同一視されているみたいな話は今のところ私は聞いたことがないです。なのでね、まあ、何か喋るお仕事をしたいとか、誰かと喧嘩しちゃってそれを解決したいから、この自分が発する言葉が相手の機嫌をさらに損ねたりしないように、ストレートに真実を相手に伝えたいっていう時のサポートをお願いしたりとか、まあ、書くお仕事、まあ、先生とかは特に向いてると思うけど、教師の人とかねとか、まあ、作家さんとか、あとね詩人っていうのも結構ガブリエルの範囲ではあるので、まあ、詩を書く人とかにも、まあ、お祈りしてサポートを依頼するといいと思います。まあそんなもんですかね。ガブリエルに関してはあんまり難しく喋るほどのこともないんですけど、はい、ただ四大天使の中では一番優しくて、ちょっと繊細なエネルギーなので、気づきにくい人には気づきにくいかもしれないっていう感じです。でも呼んだらそばにはねいてくれるので、まあ、ちょっとその感じ方が繊細よっていうような違いなだけです。
優しいのはめちゃめちゃ優しいです。はい、というわけで大天使ガブリエルに関してはざっくりと簡単にこんな感じでございます。何かね、身近に感じていただけるきっかけになれば幸いでございます。というわけでまたね、概要欄から旅の様子なんかはインスタやツイッターに載っているのと、随時コースや講座かとか個人セッションとかね、ホームページの方に載せておりますので、そちらもぜひご覧ください。そしてまたね、こんなことについて知りたいなとかもあれば書いておいていただけたらまたおしゃべりします。というわけで、面白かった、役に立ったと思ってくださったらぜひ LIKE とチャンネル登録お願いします。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。